ガモバモオ後編始まるよ。この日は講演会の皆さんが選手たちをお出迎えしてくれたよ。待ち時間を利用してたまちゃんが突撃。講演会の皆さんにこんにちは。突然アルサポ Q です。小見選手か星選手のグッズ持ってる方いますか？うい、いつもだったらサポーター歴とかパッパッパって聞いていっちゃうんだけど、もう時間ないから小見ちゃんに質問だけなんかある？好きな飲み物は何ですか？好きな飲み物、最近ハマってるのは無調整豆乳に甘酒を入れて飲むことですね。星選手、はい、星選手、髪型変えるとしたらどんな髪型ですか？僕みたいに刈り上げますかね。刈り上げてほしい。刈り上げてほしいです、はい、坊主で。本気っすか？サポーターから言われて、はい、一番印象に残ってる言葉、はい、おいいです、ね、教えてください。手紙でいただいて、その中に時には自分を甘やかしながらなんか頑張ってくださいみたいな言葉があって、でその時がちょうど点がずっと決まらない時期だったの。それは染みましたね。やっぱ手書きの手紙っていうのは本当に嬉しいですね。今日外もいるの。こんにちは。こんにちは。音がすごいな。めくって、おし、おし、スタジアムの内側からこういう内輪とかって見えてますか？あ、結構自分のは見えてます。てか探してます。見えますね。ああ、嬉しいです、ね。嬉しい嬉しい。やっぱり自分のあると。こんにちは。こんにちは。バス待ち。質問あれば。はい、星くん、休日は何してますか？ああ、いい質問ですね。美味しいもの食べてるか、ゴルフしてるか、寝てるかです。コミトでなんか楽しかった思い出とかありますか？ありますよ。1年目のシーズン終わった後に、その時まだ僕らお酒飲めなかったんで、2人で車でカラオケ屋に行って、次の日の朝の5時までなんか歌いました、ね、ミトはあれヒゲダンディズムとか歌うんですけど、なんかちょうどこうあるじゃないですか、音程、そこの下をこう行くんですよ。それがマジで面白くて大爆笑してた。途中僕は寝ちゃったりしてたんですけど、あいつは一日中歌ってました。それ楽しかったっすね。いい思い出だ。なんかサッカーの質問とかあるかな？じゃあシュートが上手になるために 何をしたんですか？聞いてみます。ありがとう。フォワードの小見さん、もうとにかく打つことっすね。打つことによってやっぱ自分のその感覚というか、自分に合った置き場所だったり当てるところっていうのは分かってくると思うので、量っていうのもすごい重要だと思います。質と量。都市軍団で遊んだ時の一番の思い出は何ですか？ご飯食べに行くぐらいしか話聞かないですけどね。4人はやっぱ飯が一番多いですね。一番の思い出はやっぱハワイかな。あヤンの結婚式に行って、でなんかみんなでゴルフ行ったりとか、おいしいもの食べたりとかっていうのが一番の思い出です。愛してる新潟。ご協力ありがとうございました。アルサポキュー。こんにちは。ありがとうね。なんか反響あった？サマーフェスタの時に帰り、下の帰りに階段登ってたら、女の子にアルサポ級出てましたよね。言われてマジでびっくりしました。あんなたくさん人がいるのによく見つけられたなみたいな。タマちゃんもビビってた。すげえ声かけられるようになったって。もう一生俺たち言われるから頑張ろうぜ。頑張りましょう。ありがとうね。ありがとうございます。こんにちは。今日やってまして、はい、ポンピシャな美味しいものがあったんで、はい、お声掛けしちゃいましたが、西区から来ました葵です。コミちゃんに質問です。なんでずっと坊主にしてるんですか？
かっこいいのでずっと坊主にしててほしいです。だってうわそう言われちゃうか。この時と今の坊主どっちがいい？今。あそうなんだ。どうぞこれね自慢してください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、毎回見てて、はい、出れるかななんて、昨日質問ちょっと考えてて本当実際出てみてどうだった？楽しかった。あよかった。愛してる新潟。なんでずっとけどなんかもう、まあ、周りにも似合うって言われますし、まあ、手入れも楽なんで、けどちょっとなんすかね、まあ、伸ばしたいなっていうのはあるあるんだ冬毛にね冬毛にね寒いんでね、なんて坊主はアルサポキュコミちゃん推しなんですか？コミトで。コミト推しなんですね。はい。いや。なんとも言えないあの笑顔が。あ、笑顔。じゃあこれ面白いですね。はい。鴨市から来ました相田です、サポーター歴は21年ぐらいです。すごい。コミちゃんに質問です。コミちゃんは、魚釣りが好きだということですけれども、新潟に来て今まで、釣った中で一番大きい魚はどれぐらいの大きさだったでしょうか。それからお料理は何が得意か教えてください。愛してる新潟。釣った魚の大きさ、最近釣り行ってないですけど、まあ、けどあんまりその船で出たりしないんで大きいの釣れないんですよ。30センチくらいのアジですかね。得意料理は難しいですね。最近ハマってるのはマッシュポテト、バターを抜いて、あと牛乳の代わりに豆乳を入れて、あ、いいね、あと塩と胡椒を入れて。バターとか入れなくて味付けどうなの？美味しいの？美味しいっすよ、全然。じゃがいもが好きなんで、じゃがいもみたいな頭してハマってますね、最近は。最近ハマってる料理っすね。偉いわ、料理するだけ。しないっすもんね、ゆうじくん。あしますよできないんじゃないっすよね。しないだけですよね。できないんじゃないです、しないだけですアルサポキュー。体内から来ました渡辺です。サポーター歴は10年です。星選手に質問です。試合前によく聴く曲はありますか？教えてください。私山口からずっと好きなんですけど、こうボールダッシュだったりそういうのがめちゃめちゃ上手くて、最初は顔っていうよりはそういうところをずっと見てたんですけど、顔っていうよりはあれこの人顔もかっこいいって。そっちは嬉しくないですかけど、でも嬉しい嬉しい全体的に好きになりました。これ伝えなきゃダメだな愛してる新潟。何聴いてるか決まってはないんだよな俺。結構ランダムで聴いてんだよな俺。流行りの曲流行りとか2000年代とか。ああ、はい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 。昔の曲もなんか最近聴きたいなって思うから、そういうのでランダムにしたりとか。なるほど。俺好きな曲書いてないですか、あのプロフィールのとこ。 あれはなんかミスチルって書いてるけど、はあ、別にそれをなんか試合前に聴いてるかって言われたらそうじゃないか。アルサポキュー。どっからですか？高知。え、高知県から来た。いやー俺の第二の実家ですよ、もうもはや。え、本当ですか？だってキャンプでずっと行ってますもん。もう、ね、もうだって好きすぎて、で主人が連れてきてくれる。一回連れて行かなきゃダメだろう。あら、そうなんですね。はい、いや素晴らしいですよ。アルサポキューも全部見てます。高知から応援さん。すげえ嬉しいですね。高知から来ました山本です。サポーター歴は1年目です。はい。小見さんに質問です。小見さんが今年今季あのプレーした中で一番印象に残っているあのプレーをベスト3で。聞きたいです。よろしくお願いします。愛してる新潟。なるほど、印象に残ってるでいいんですよね。まあ一つは、まあ、天皇杯町田戦の決勝ゴール。本当に長い期間ずっと点が取れてなくて、取れないってやっぱ悔しいですし苦しい、まあ、本当にあの一発が決まった時は嬉しかったですし、それを本当にみんなが喜んでくれたっていうのが、まあ、もっと嬉しかったというか、めっちゃ嬉しかった。皆さんに支えられて、みんな走ってったの。こんな生意気な21歳ですけど嬉しかったっすね。
2つ目はアウェー不当戦で、僕触ってないのに相手が倒れて、でなんか僕が僕のファールになって、絶好のチャンスが潰されたシーンは印象に残ってますね。悪いね。で、まあ、もう一つはホームバリノス戦の1対1を外したシーンですね。ドフリーで外すかって、もう打った瞬間に頭抱えてたんで、今日もちょうどマリノス戦のあれ小見ちゃんがミーティングあったんですけど、トラウマ映像が流れてきて打った瞬間に頭抱えてました。アルサポーキュー、いたね、今目合いましたよ。もしお時間あればご協力いただけないでしょうか。待ち受けはサマフェスの時のメガネをかけた瞬間の星くんをスクショしました。プレーだと運動量に任せた機能を効いたプレーと、あとは顔が大変よろしいです。はい、好きなタイプだと。はい、あ、いいですね。川崎市から来ました、直美です。サポーター歴は22年です。星選手に質問です。お兄さんのコートさんのところに、娘さんが生まれたと思いますが、ユージおじさんとめいっ子さんの可愛いエピソードがあったら教えてください。お願いします。私はやっぱ小見くんですね。せっかくなんで。あ、そっか、やりましょうよ。そっかそっか、そうなんですよ、ちょうどちょうど。そっかそっか、そっか。俺でも待ち受けとかやってねえんだよな。小見選手に質問です。代表の時に滞在中一番絡みが多かった、代表メンバー、はい、まあ、そこでぐっと仲良くなったっていうのでも、はい、教えてもらえるとちょっとより親近感持って応援できるので教えてください。せーの、愛してる新潟。友情おじさん、友情おじさんメロメロだからな。抱っこしましたよ。まあやっぱ違うんでしょうね、泣かれますね、やっぱ。最初ちょっと、あ、いいかなって思うんだけど、ちょっと経ってやっぱ泣いちゃうんだよ、居心地悪いのかな。へえ、そうなんですね。あと俺のなんか不安な感じが伝わるんだろうね。気づくんですかね。似てる、うり二つのか分かんないと思う。似た目一緒なんだ。違うらしい。あとさ、今アルバムをすごい共有できるアプリが、家族で、そう、それにバンバン写真載せてくれるから、動画とか、それをたまに。可愛いんだよね。そうですね、やっぱ。代表メンバーで仲良くなった選手は、八千田選手ですかね、京都の。あの人は新潟出身なんで、新潟トークで結構仲良くなりましたね。それでシーズンオフも予定があれば飯行きましょうって。そんくらいまで仲良くなりました。アルサポキュー。新潟市から来ました。カイトと言います。サポーター歴は17年です。小見ちゃんへ質問です。代表を経験しましたが、代表で得たもの、また難しいと思ったことを教えてください。愛してる新潟。素晴らしい。すごい、取材みたいなこと聞かれるから、ここで。まあけどなんすかね、やっぱ勝利に対する貪欲さみたいなのはやっぱ日本で味わえないのが味わえましたね。まあ北朝鮮戦なんかもそうですし、まあ、あと韓国、映像でも分かるぐらいだからね。ああ、体感するのはもっとだろう。そうっすね、目の前にしたら、ね、北朝鮮戦だからみんなボッコボコにされてる。あれで怪我するよ。いやいやしてました。まあそれは冗談なんですけどね。使ってください。冗談って言われると炎上しちゃうんですね。アルサポキュー。長岡市から来ました、原光久です。サトルです。サポーター歴は2年かな。2年です。小見選手に質問です。小見選手の好きな歴史の人物は誰ですか。僕は織田信長です。徳川家康です。愛してる新潟。うわ、難しいっすね。好きな歴史上の人物、興味がある人物がいるんですよ。渋沢栄一さん、一万円札になるんですよね、新一万円札。
で、その深谷市に渋沢栄一記念館っていうところがあるらしいんで、ちょっとシーズンオフそこに行ってみたいなっていう予定は立ててます、ね、行ってみてえな。好きな人物は織田信長です。あんま聞かれないけどな。確かに。アルサポキュー。なんか、お、今日初の星野神ユニ、やりますか。じゃあこれ行けます。やりますか。行きましょう。行きましょう。柴田市から来ましたタマポンです。サポーター歴は20年くらいかな。推しの星選手に質問です。聞いて聞いてって喋りまくる女の子と、ねえ今日何やったのそれでって話を聞く方に回る女の子、どっちがタイプですか教えてください。ちなみにどっちだと思いますか。聞いて聞いてのタイプです。ね、はい、はい、いつも聞かされてるんですね。はい、はい、愛してる新潟。俺どっちかっていうと聞いてる方だと思うんですよね。そうっすね、うん、僕もそう思った。あんまりベラベラ喋るタイプじゃないから、うん、そうっすよね。話してくれた方がまあ楽っちゃ楽かも。今の方が聞いて聞いての方らしくて、うん、ああ相性、そうっすね、相性抜群、相性いいと思います。いつもニコニコして、あの僕らの話とかを聞いてくれてるんで、あれはじゃあ本当の笑顔ってことですか。ああそうだよ。よかった。お前偽りだと思ってたのか。アルサポキュー。かっこいいの。体内市の皆さん。体内市の皆さん。いやー素晴らしいですね。アルサポキューです。知ってます。知ってますか。お、見たことありますか。見たことあります。体内市から来ました半額会です。こんにちは。こんにちは。2人の選手に質問です。好きなタイプの女性はどんな女性ですか。お願いします。お願いします。愛してる新潟。好きな女性のタイプ、話ですか。話上手。使ってくるな。いや、ないけどな、そんな、なんかね、好きになった人がタイプ。そうでしょ。西野かなかよ。こういう女性だけは、ね、それはやめようよ。いや無理。まあダメだったらカットしてもいいです。カットしてもらえれば。雑な人。ああ、そうなんですか。いや、最後もうやめましょう。使えないんだよ、俺。使うんすよ、これけど。水戸も使われてましたからね。なんかもう、T シャツにズボンとかが似合う人が好きですね。おお、シンプル系。別にそんななんか、フリフリしてるよりは、あ、シンプルなものが似合う女性が俺は好きかもしれない。アルサポキュー。あ、まだ、落ちました、落ちました。何、何、あ、ごめん。はい、19番ということで落としてる。おー、落としてる。え、どうして人を見つけたんだ。よろせじゃないですか、これ。YouTube で見たことないですよ。いや、そういう人が一番いいんです、はいはい、ちょっと見たことないんで、これを機会に、うん、そうですね、見てみたいな。ぜひぜひ。新規獲得。ツバメ市から来ました、原田です。私はサポーター歴10年以上です。はい、星選手に質問です。多分まだ独身でらっしゃると思うんですけど。やばいやばいやばい。結婚願望はありますか。いくよ、せーの、愛してる新潟。結婚願望、あ、もちろんあります。はい。気まず。何がだよ。気まずくねえだろ。雰囲気悪いな。はい、あります。あるんですね。はい、あります。ちなみにこっちは、結婚願望ありますか。ありますね、はい。今日早くしたいっていうのはありますね。意外。なんかやっぱ家とかでも話し相手がやっぱいないんで、それは寂しいっすね。まあ、だからラジオに頼ってるっていうところがあるのかもしれないですね。一人でいたいのかなって結構思う。まあ、一人も好きですけど、一人が長いと。そんな長くねえだろ。俺の前で言うか。すいません。
長い長い人がいました一人が長い人がいましたアルサポキュー。え、見たことあります。毎回チェックしてます。ありがとうございます。しばちゃんの回最高でした。最高でしたか。お、いつも俺の芸風を掲げてくれる人だ。いいよ。すごい躍動感。コミ命なんで。コミ命。はい。見附市から来ました菅原です。はい。サポーター歴は20年です。自分はアンデルソンリマと田中達也とチョンテセとコミちゃんなんで、はい、飛び飛びでサポーターやってます。わあ。コミちゃんに質問です。アルビの選手の中で結婚するとしたら。コミちゃん目線で誰にしたいですか。せーの、愛してる新潟。これが欲しくて、結構何これが欲しかったんですか。はい、本当ですか。れますね、今すぐ入れたいです。もう本当じゃあもうお父さんキラでした。バキッ。お父さん。ありえねえよ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。アルビの中で結婚するなら誰だろうな。けどユージ君いいっすね。マジかよ。ああ、本当？結婚しましょうよ。一回相談するじゃん。市役所にちょっと。そう。ああやってあげたいタイプなんで、そちらかというと。おお、マジ。はい。でまあユージ君あのご飯も作れないんで。あ、作らないの。作らない。作らないんですよね。じゃあやってもらおうかな。はい。お願いします。結婚しますか。はい。頃合いを見てアルサポキュー。こんにちは。懐かしの、はい、青いやー青青新潟市から来ました有田隼人です。サポーター歴は10年ぐらいです。小見選手に質問があります。あいみょんで好きな曲歌ってほしいです。お願いします。最後はね、諦めないでプレーするところと笑顔が大好きです。愛してる新潟。最後の方に来たね。あーすごい。なんだろうな、何がいいですかね。けど車はマジでずっと愛にも流れてます。それではお聞きください。コミミョンで愛の花。静かに誰かを愛した日々、空が晴れたら愛を愛を伝えて、ああ明日のため新しい花の種。やべ、ちょっと最近聞いてないからちょっと忘れちゃってたね。途中で分かんなくなってたよ。失敬失敬。アルサポキュー。以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったよね。楽しいっすね。うん、うん、普段ね、あんま質問とかされないしね。そうっすね。まあ、みんないろんな疑問があんだなって。自分のこと知ってもらうって気持ちいいっすね。本当よかったね。よかったっすね。承認欲求なんですよ。あんたもやっぱ人って。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしてます。アルサポ Q、 次回もお楽しみに。